ゆりさんであれ日本人でしょ、どうしてロス試験行ったんですか。思いつく職業を全部書いてったんですよ。ただ警察官が残ったんですよ。毎日試験がある、毎日誰かがクビになる。テーザーガンで撃たれて、ペッパースプレーかけられて、ガスルームに入れられて、うん、これすごいな。こんなのが日常茶飯事。こっち来んでよ、こっち来んでよ。皆様おはようさん。 WRS ワールドリージェントサテライトの時間です。本日はロス市警で活躍する日本人女性警察官です。中継がつながってます。ゆりさん、こんばんは。こんにちは。こんにちは秋山さん。こんにちは、はじめまして。どうも。ロサンゼルスで警察官をしているゆりと申します。ゆりさんであれ日本人でしょ。はい、東京で生まれて育ってます。あ、日本生まれです。はい、勤務歴はもう何年になるんですか。今まだ7年です。はあ、ペーペーです。どうしてロス市警行ったんですか。ですね、たまたまアメリカに住んでたっていうことだけなんですけれども、はい、18歳の時に留学生としてアメリカに来て、うん、で、まあ、こっちで結婚して出産して離婚して、はいはい、どうしても、まあ、仕事キャリアを積まないといけないってなった時に、まあ、いろいろ仕事試したんですけども、全て全然やりがいもなくて、職場ですごく時間があった時に紙に長所と短所を全部書いて、自分の性格の飽きっぽいだとか、はい、熱しやすいとか、いろいろ全部書いて、で職業、思いつく職業を全部書いてたんですよ。警察とか消防とか、うん、まあ何でもいいですよね。もうお花屋さんから銀行員から全部書いていって、うん、で自分の長所と短所をに合う職業を探してったら警察官が残ったんですよ。へで、まあ、やってみようかなと思って、は、はい、そこからアメリカ国籍取って警察学校卒業したっていう感じですね。警察学校っていうのは期間はどのぐらい行くんですかね。は、まあ、6ヶ月です。6ヶ月。日本も6ヶ月とかですよね。そうですね、大学卒業生が6ヶ月で高卒は1年間ですけど、どういう学校生活ってどういうことされるんですか。日本みたいに泊まりではなくて、もう自宅から学校に通うんですけども、うん、毎日試験があるので毎日誰かがクビになるっていう感じで、そうですね、だから私のクラス最初60人ぐらいで始めて、うん、卒業したのは18人で、残りは全員クビです。へえ、すごい大変ですね。やっぱり毎日雨でも、もうどんな天気でも毎日もうすごい走って、うん、山走って降りて、うん、時にはショットガン持って走らせられたりとか、もうちょっと間違えたらクラス全員腕立て100回、はあ、1人が間違ったらもう1回やり100回やり直しとか、はあ、もう本当に無理なようなタスクを毎日こなしてきましたね。テーザーガンで撃たれて、ペッパースプレーかけられて、ガスルームに入れられて、犯人逮捕しろみたいな感じでしたね。もう見えないみたいな感じで、はもうどこにいるかも分かんないみたいな感じで大変でしたけど。やはり日本の治安とやはりアメリカの治安の違うでしょう、違いでしょうね。そうですね。ね、日本の治安とはもう全く違うんでしょう。そうですね、やっぱり銃社会なので、うん、その違いは大きいですよね。自分もそういう拳銃撃たれかけて撃たれて危険な経験というのはたくさんあるんですか。そうですね、私はまだ人を撃ったことはないんですけど、はい、銃をこのホースターから出すっていうのはほぼ毎日ですし、うん、毎日はい、そうですね、多分なんて言うんだろう、日本だったら、はい、どうなんでしょう、例えば切符切るのに、はい、ライセンスナンバーチェックしますよね、止める前に、はいはいはい、それで逮捕状出てたりとか例えばします、うんうん、するんですよね、はい、出てから、はい、盗難車だったりとか、うん、その時って警察官が車にどういうアプローチをされるんですか。
普通にこう横からどうもって行かないですよね。行くんですか。普通に行きますね。あのそれがこっちは無理なんですよ。もう例えば盗難車、ほとんど盗難車がカーチェイスになりますし、はい、逮捕状が出てるって言ったらもう、まあ、その額にもよるんですけど、こっちはもう車を止めたらすぐもうスピーカーを使ってドア開けてドアをシールドにして銃を出してもう向けちゃいます、はあ、こっちがアプローチしたら撃たれちゃうんで、要するにもう車の中に銃があるっていう前提でこっちは対応しないと、うん、警察官がどんどん撃たれちゃうじゃないですか。だから最悪のパターンを常にあの想定してまあ、アプローチしないといけないんで、よく映画でも見ると思うんですけど、パトカーのドアを開けて警察官が後ろに立ってこう銃を構えて、うん、指示を出すっていうか、うん、じゃあ素直に応じるってまずないんですか。7割の人は素直に応じてくれるんですけど、うん、応じないとどちらかが怪我をするじゃないですか。それでやっぱりこういうシューティングが起こるんですよね。はは、毎日銃を抜いたり、まあ、毎日そういう乱射事件っていうのがあるわけですね。そうですね。あ、実際日本で銃を使って殺人事件とか殺人未遂事件で数えるぐらいですよ、全国で。いいですよね、素晴らしいと思います。だからあの警察学校でそういう厳しい訓練っていうのをするわけですね。そうで、私今でも一生忘れないのが、警察学校で、はいはい、休憩時間に、はい、あの普通に教室の前でこうみんなこうちょっと戯れて喋ったりしてるじゃないですか、うん、そしたらいきなり弾が飛んできて、実なんですか。バンバンバンってなって、ペッってなって、それもテストだったんですよ。だからその私たちが気が抜いて気を抜いてる時に銃で撃たれたらどういう反応をするかっていうテストで、まあ、それでクビになった方も結構いるんですけど、結局その休憩時間にその弾が飛んできました、じゃあどう対応するのっていうことで、そこでその場ですぐに その、ね、それに対応できるかってラジオでちゃんとこう言って、どっから弾が飛んできた、犯人が何を着てたかって、一瞬時にそのバババって全部ちゃんと見て打ち返すことができるかっていうテストだったんですよ。それもくーす、すごいですね。その日以来続きましたよ。なんか帰り道に来たり弾が飛んできたりとかするんですよ。なんかもうへっていう感じで、ほんま講師ともに気が抜けるいうことがないんですよね。だからやっぱり24時間体制みたいな勤務は無理なんだと思うんですよ。無理ですね。無理ですよね。無理。警察学校のテストでそれね。そうで、焦っちゃった人もいるし、隠れちゃった人とか、うん、あーって言ってこう何もできなかった人とかもいたりして、うん、そう、何人かクビになりましたね、 4,5 人はその時。それでもクビなんですね。そうです、クビです。まあ警察として、警察官として使い物にならないってことだよね。そうなんですよ。で、使い物にならない人がいたらその相棒も怪我するじゃないですか。うん、そうか。だから結局チームワークなんで、うん、やっぱりダメですよね、やっぱり使えなかったら。はあの逮捕するっていうのは大体あの年間か、それとも1週間に何人ぐらい逮捕するんですか。1週間2人平均、2、3人ぐらいですかね。多い日は1日で2人とか。罪名ってのはどんな事件なんですか。罪名って何ですか。事件名です。捕まえる事件。私の地域はやっぱり麻薬が多いですね。ああ、やっぱりね。逮捕したら、逮捕手続書っていうのがあるでしょ。はい、書類が、まあ、日本は現行犯と緊急逮捕と通常逮捕あるんですけれども、それぞれ逮捕手続き書っていうのが書類あるんですけど、やはりアメリカもこういう書類を書くんでしょ。そうですね、もう一人逮捕したら書類で6時間から8時間はかかりますね。ああ、そうですか。なのでシフトの終わりの方で逮捕したらもう残業っていう感じです。なるほどね。アメリカだと車、パトカーとか自分の体にカメラを装着して、はい、その犯行状況っていうのが撮影されるでしょ。はい、それはやはりそれも証拠として取り扱うんですよね。そうですね、うん、やっぱりシューティングになることがすごく多くて、はい、例えば普通に切符切ろうと思って車を止めたっていう
まあ、一般的に毎日見る光景の中でもやっぱり車の中に銃があるとか、うん、あのカバンに銃が入ってるということがすごい多いんでカメラがないとどっちが先に撃ったとかっていうのが全然分からなくって、うん、でやっぱりアメリカってすごいメディアがその人種差別につなげようとする傾向がすごく多いので、うんうん、逆に警察が仕事してただけなのに刑務所に入るっていう方向に行きかねないというか、そう、それでまあ私今インスタグラムに、うんうん、あのいろいろアメリカの日常を載せてるんですけれども、うんうん、特に私全部日本語でインスタグラムやってるんですけど、はい、あのアメリカに来られてる日本人の方に平和ボケしてほしくないというか、うん、まあ、アメリカって全く日本と違う社会なので、うん、そういう部分に気づいてほしいっていうか、うん、まあ、これがまあアメリカの警察官の現実ですよっていうものも見てほしいし、うん、あとまあ日本の警察官の方とのコミュニケーションの場だったりするんですけれども、うん、あのそこにも一つ動画を載せていて、アメリカの警察官があの普通に例えばパトロール中に車ちょっとこう怪しい車があったりしたら、日本もそうかもしれないんですけど、あのライセンスナンバーを調べるじゃないですか、うん、コンピューターで、はいはいはい、で、まあ、調べて戻ってきあの帰ってきたのがあの、まあ、逮捕状が出てた、そのライセンスプレートに対して、うんうん、で警察官がその車を止めた時に最終的にシューティングになったっていう動画を一つ載せてるので、よかったらご覧になってください。ぜひ、見たいですね。お願いします。はい、まあ、この警察官がこの女性を止めて、はい、ナンバーを調べたら逮捕状が出てたために彼女と話したら、結局その車の登録者が彼女じゃなかったんで彼女に逮捕状は出てなかったんですけど、私は何も悪いことしてないわって言ってカバン持って逃げてるんですけど、あのカバンに麻薬が入ってたんですよね。なるほど。でここで彼女はずっともう助けて助けてって叫んで車に戻って、車に入ってる銃を取ろうとするので、警察官がそのスタンガンで彼女を止めてるんですよ。はあ。で、私は何もしてないじゃないって言ってずっと言ってるんですけど、で、まあ、ここでスタンガンが一回聞いてるんですけど、まあ、すぐにその手で銃を出して、うわ、警察の指示には従わず警察官に向かって撃ったんですね。撃ってきたんやな今。で彼も打ち返したんですけど、彼女はそのままあの去っていって車に乗って、うん、でまあそのそうですね、直後に結局彼女は病院に搬送されてその亡くなってるんですけれども、警察官の方は一命取り留めたようですけど。警察官は何発撃たれたんですか。ちょっと何さ、うわうわ、まあ、2、3発は撃たれてる感じですよ ね。でも立てなくて彼は。でも警察官としてはこの警察官のこの行動は、うん、こう誇らしくないというか諦めてるじゃないですか彼。ああ、撃ってるべきなんですよ、うん、今彼女が逃げるんだったら。ああ、なるほど。ガラス越しにで彼女を止めないと、彼女銃持って今逃げてるんで、うん、それで公共の場に行って撃つかもしれないじゃないですか他の人を。そう、だから彼はの責任としては止めなきゃいけなかったんですけど。すごいね、こんなのが日常茶飯事。そうですね、毎日ありますね。毎日うわこれすごいな。だから車に普通にアプローチできなくなってくるんですよ。こういうふうに近づくっていうのは自分でもう自殺行為なので、警察官はもうドアの後ろに立って指示を出して犯人に出てきてもらうっていう。あとあれですよね、麻薬、まあ、彼女も麻薬を所持してたんですけれども、麻薬使ってる方ってスタンガンが効かない方多いんですよ撃たれても効果ゼロみたいな方多いので、彼女もそういう感じでしたよね結構。結局彼女は病院で死亡したんですね。
はい、うん、それで、まあ、彼女のお母さんがすごく、うん、まあ、メディアに出て、うん、うちの娘は何もしてないのに警察のまたあの暴力行為というかやりすぎで殺されたっていう風に流してて、はあ、でも警察の視点から見たらあの時点で彼女は犯罪を犯してるじゃないですか、そうですね、最初に撃ってるので、でまた警察が叩かれるっていう、今のようなこの事件が毎日のようにあるっていうのはほんまに道義も抜かれますね、どん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 治安は悪化してるんですよね、うん、特に今年に入っても、うん、あの殺人シューティングすべて去年を超えてるのですでに、今の時点で逆に日本はね犯罪が減ってるんですよ、ちなみに件数でいうとね、うん、まあ、戦後一番多い頃が平成14、5年、まあ、2000年ぐらいかな、刑法の認知が285万件ぐらいあったんですよ全国で、今はもう60万件ですよ、はい、5分の1ですよ、素晴らしいですね、はい、本当まあだけど平和ボケになりますよね、うん、うん、警察官希望する人って少ないんじゃないですか、それが意外とまだいるんですよね、やっぱり希望される方が、でも退職してる方もすごいもう急上昇です今、もうやってらんないって言って辞めていく人が、やはりね、だってね、あの本当適法に職務遂行したって訴えられたりね、先ほど言いましたようにやってられないですよね、命がけでやってもね、で警察署がもう何もしてくれなかったりして、で結局警察官が刑務所に入ったりとかもあるんで、それはやってらんないですよね、やはり日本でいう過剰防衛な、過剰防衛っていうことですかね、刑務所入るっていうのは、そうですね、逆に殺人で問われたりしますもんね、そうですね、あのジョージ・フロイドさんの件とかだと、うんうん、警察官の方は殺人犯で、あれ刑務所ですからね、難しいですね、そうですね、すごいね、すごい、もう本当感心しましたね、そこでまあゆるさんがほんまに敏腕をね生かしてもう頑張ってる姿っていうのを見てみたいですね、ぜひ あのロサンゼルス来てください、はい、あのとりあえずあの日本からかけながらほんま毎日応援してます、ありがとうございます、はい、それではあの今日は貴重なお話本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、またよろしくお願いします、こちらさんまたよろしくお願いします、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、どうも、ではワールドリーゼントサテライトこの辺でワケンロ、全国の方々を防犯活動できるようにするには皆様方の応援が必要となりますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。